はい、今回の動画ではこちらのローラーコースターを作っていきます。はい、まずはミニフィグと風船屋台が完成いたしました。あー、いいですねこれ。なんか遊園地でこういう感じで風船売ってますよね。遊園地最後行ったの中学2、3年の時だったかな。ミニフィグは全部で5体です。内訳を話せば、この3人がおそらく家族で、でこちらの2人がなんて言えばいいんだろうとりあえずこの骸骨はおそらく飾りですね。そしてこちら海賊ですね。おそらくなんですけど、これ従業員だと思います。いやちょっと待って、ちょっとこんな従業員が本当にいたら怖いですねいやにしてもすごいよくできてますね。まあ、今回の、まあ、クリエイターの遊園地のキットは全部、まあ、海がモチーフということなので、従業員も海賊仕様になっております。はい、そしてこちら風船屋台です。いやーすごいな。ここに一応コロあるんですけど、こちらは回りません。まあ、あくまで、こうやって、まあ、スタンドしておく感じですね。そして、これ僕、一瞬飴に見えたんですけど、これ、風船なんですよ。なんていう考え方してるんだって思って、こんな巨大な飴ないだろって思いますよね。はい、この風船はミニフィグに持たせれるので、遊園地でこういう風船持っている子供見かけますね。そういえば僕もちょっと遊園地の思い出といえば、僕は遊園地の風船買ってもらったことあるんですけど、買って、10秒ぐらいで、お空へ行っちゃいました。はい、それ以外にも付属品があります。こちらです。こちらのカップと、はい、こちら。チケットって書いてますね。おそらくこのクリエイターでは乗り物券だと思います。こちらの2つのミニフィグはリバーシブルフェイスとなっておりますので、はい、こんな感じで表情を変えることができます。はい、ミニフィグと風船の屋台はこんな感じです。
はい、完成いたしました。うわぁ、もうでかすぎるこれは。いやぁ、もう作るの大変だったな。これ作るのに5時間かかりました。で、ちなみにこの動画なんですけど、作った日の翌日に撮ってます。ちょっと作った後結構疲れて、一回寝ちゃったんで、ちょっと2日がかりになってます。いやー、にしてもでかいなこれ。レゴマインクラフトの村もすごい良かったんですけど、いや、これも迫力ありますね。いや、すごい。はい、近くで見ていきましょう。まずこちらが入り口ですね。このローラーコースターのモデルは一応海賊と、まあ、海ということなので、まあ、海辺にある、まあ、家っぽくなってますね。僕何気にすごいのがこれですね。遊園地とかで見る、入るとき、なんか銀のなんかガラガラっていうやつあるじゃないですか。あれですね。あれが再現されています。で、こちらはこのように回転します。いやー、すごい凝ってますねこれ。そしてここが、チケットカウンターですね。ここで、まあ、チケット渡して、ジェットコースターに乗るって感じですね。なんか別になんかちっちゃい小屋があって、そこに、まあ、乗り物券渡して、まあ、乗るって感じだったんですけど、これは一体化してますね。海がモチーフということで、階段は岩になっております。こういう石の階段ってありますよね。そして、これが結構すごい。さすが海賊だけであって、大砲がついてます。で、しかもこの大砲、なんと、発射することができます。まあ、基本的には、こちらにあるパーツを取って、そして大砲のこちら、ちょっと見えづらいと思うんですけど、中に黒の軸が入ってますので、ここをセットすれば、はい、この大砲部分のこちらですね、これを引っ張ると発射することができます。せーの。あー、勢いありますねこれ。まあ、上の部分はまあ一応オウムかインコがまあ一応います。で、これは取り外しが可能です。まあ、上は海賊らしく空き瓶があります。中に多分お酒が入ってますね、多分。そして僕が何気にすごいと思ったのがこれですね、あのカメラで。このカメラはこのようにまあ、回転したり、まあ、動かすことができます。まあ、遊園地とかでなんか降りる瞬間に、まあ、撮影するやつありますよね、あれです。いや、すごいなこれ。こういうのも再現されてるってすごいな。はい、続いてこちらですね。おそらくここは操縦席だと思います。こちらにはしごがありますので、こちら登っていって、これを開けると、はい、こちら、ここにレバーとスイッチがあって、で、これにカップがあるので、まあ、まさしく、まあ、操縦席ですね。いやー、すごい凝ってるな今回のレゴクリエイター。ちょっと全長いくらあるのか、ちょっと一回メジャーで測ってみます。うおー、すごい。これ全長なんと67センチ。いや、でかい。はい、続いてはコースを見ていきましょう。コースはこのようになってますね。ここからまあこのように上がっていって、そしてここにタコがありますね。でもタコって確か8本足なんですけど、今回は3本足になってますね。で、僕結構ここの部分が好きですね、あのタコの吸盤の部分。これ再現されてるのは本当にすごいですね。あのレゴクラシックの、まあ、タコは、まあ、一応は再現されてるんですけど、これは結構リアリティ溢れますね。いや、すごいなあ。道なり的に言えばタコの口がレールのとこになってるので、ここ登ってる最中に炭とか入ったらもう最悪ですね。まあそれはさすがにないか。そしてこれ結構すごいのが、この骸骨の部分ですね。この部分は軸になってるので、このように回転します。まあ、そして柱の下には、まあ、一応海がモチーフということで、ここら辺が海底部分になりますね。うわ、すっごいな。そしてここを渡っていって、おお、これはすごいです。はい、もう僕が結構気に入ってる部分の一つがこれですね。これ沈没船なんですけど、もう本当にすごいよくできてます。ちょっと近くで見ていきましょう。あー、すごいなこれ。この緑の部分はおそらく苔ですね。さすがに沈没船だけであって、一部のパーツがちょっとなくなってますね。わ、すげえ。この後ろの部分に関しても完全にもうすごい作り込まれてますね。砲台、これピンジのあれで再現されてるんですね。いや、素晴らしいです。そして僕結構何気に気に入ってるのがこれですね。ミニフィグで紹介した時、骸骨どこにいるんだろうなと思ってたら、まさかのここに座ってるという。そしてまあコースターをまあ進んでいくと、まあ、このローラーコースター一応まあ水が出るということで、ここにコースターが通れば、ここが押されて、こんな感じで水しぶきが再現されます。
いやこれすごいな。この重り自体が大きくて重いので、もう普通にこうやって倒しただけで、はい、水しぶきが吹き上がります。はい、そしてこちらがローラーコースター本体です。おー、いいですねこれ。はい、このローラーコースターはサメがモチーフとなっております。あの前回紹介したクリエイターのサメより、まああのそんな怖くないですね。まあちょっと可愛くした感じですね。近くで見ていきましょう。ああ、いいですね、こういう牙をむき出しにしているサメ。まあ一応これは3両編成で、まあ基本的にはまあこれの状態だと、はい、ちょっと倒れちゃいます。でこの状態でも転がし走行はできません。はい、レールに乗せてみました。まあ、レールに乗せるとジェットコースター感が出ますね。でこちらはさっきまでは転がし走行できなかったんですけど、レールの上だと、はい、このように結構滑らかに動きます。あー、いいですねこれ。はい、ではミニフィグを乗せてみます。はい、ミニフィグを乗せてみました。まあ、これは3人乗りなんですけど、パッケージは2人乗りになってます。なので一つ開きます。ここに、はい、一応3人乗りも可能です。なんですけどこの2両目のサメのヒレの部分にちょっと顔がちょっと隠れちゃいます。なのでちょっと僕はここの部分をちょっと改造します。せーので、はい、このようにしました。ちなみに使ったパーツはこちらのローラーコースターで余ったパーツです。ちょっとサメのボリュームはかけちゃうんですけど、こんな感じですれば2両目のミニフィグの顔も見れます。はい、それではこちらを走らせていきます。あ、しまった、このミニフィグ頭当たっちゃうんだはい、ちょっとミニフィグの頭が当たっちゃうのでミニフィグを変えました。では改めましてこちらを走らせていきます。いやーすごいなこれ。ジェットコースターのキットって一応まああるんですけど、あれ確か5万ぐらいしますよねいやーもうこのローラーコースターほんと楽しいですね。おー、いけた一発。これを作った後の達成感と遊び応えはもう本当に素晴らしいです。今まで買ってきたクリエイターの中でこれもう一番ですね。もう間違いなく、いや素晴らしい。はい、レゴクリエイターのローラーコースターはこんな感じです。はい、というわけでレゴクリエイターローラーコースターのローラーコースターを作ってみました。いやもうこれははっきり言いましょう、もう100点満点ですね。これ自体は作るのほんとすごい大変なんですけど、作った後の達成感と遊び応えはもう本当に素晴らしいです。はい、今回の動画まだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらメリーゴーランドを作っていきます。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストなどお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほうなら。